ルナさんってクレーンゲームが好きなんだけど、結構月に1回以上はね、クレーンゲームをするんだけどね。この間もね、スラリーグッズをね、取ったよ。クリーパー取ったばかりだった。だって、クレーンゲーム楽しいんだもん。何円で取ったかわかんない。他にお客さんいなかったからかわかんないけどね、店員さんがね、ずっとね、いたの。何だったか最初どれ撮ったんだっけな。クッション、スラリンじゃない、なんかのキャラクターのクッション撮って、あ、ルナタンって基本500円で3プレイするタイプだから、なんか余っちゃったんだよ。1プレイ分とかね。で、他のクレーンゲームにしてもらうでしょ？よし、じゃあ次はスラリン撮るぞってスラリン頑張って。で、頑張ってたので、もう店員さんも後ろにいんだよね。ガラスに反射してるから、いるってわかんだよ。店員さんがすごい優しいから、すごい動かしてくれるの。もう全部動かしてもらったね。撮ったやつ全部。あなたが撮ろうとしろ、ちょっと頑張ると、ちょっと動かしますなーって言って全部動かしてくれて。で、頑張って、わーいで撮るでしょ。で、そうすると、またね、1プレイとか余るのね。で、そうすると、どこにしますかなって、じゃあこれでいいですってなって、で、そこでまた頑張ると、また動かしてくれて。これが繰り返して、こう、終わらないって思って。これ、永遠に終わんないやんって思って。やばい、さすがにもういいやって。どんだけ取った？スラリンとスラリンとクッション取った。おー、いっぱい持って帰ったよ。クレーンゲームは楽しいなー。